アメリカ海兵隊との2日間にわたる激戦の末、北の軍はソウルから撤退しました。次に米軍の追加部隊も到着予定で、ソウルにはようやく平和と秩序がもたらされることになりそうです。生き残る者と死ぬ者を分けるのは何か、今でも答えが分からない。だが死は誰にでもいずれ訪れる。4時間で6000人以上もの戦死者が出れば、一人の名前などその中に埋もれてしまう。だがその一人は俺の親友だった。自分が死んだ方が楽だったのかもしれない。死んだ者の借りは帳消しになる。後を継ぐのは生き残った者だ。ウィリアム・ロバート・アイアンズ二等兵は眠りにつきました。彼と共に戦えたことは私の誇りです。人の価値は他者に与えた影響の大きさで決まります。彼が与えた影響はとても計り知れません。親愛なる家族、海兵隊、全国民が彼に感謝する。残念だ。ウィルは優秀だった。ミッチェル、海兵隊は今後もお前のこと。ミッチェル二等兵、ジョナサン・アイアンズ、ウィルの父親だ。アイアンズさん、この度は本当に。お気遣い感謝する。君は息子の親友だった。君たちが払った犠牲は大きすぎる。我々も残念でなりません。残念などという言葉では済まない。ミッチェル。君にチャンスをあげたい。しかし、ミッチェルは怪我のため退役に。そんなことは承知の上だ。アトラスでは軍より20年進んだ技術で義手を製作できる。君のことはオイルから聞いている。その能力に見合った組織に所属すべきだ。頼む。ウィルもそう望んだはずだ。では。合わせるぞ。まだよ。アトラス01、大統領確認。南とメディア室だ。了解。屋内に入った。ミッチェル、スレッドグレネードだ。大統領、アトラスの救出部隊です。識別コード。アルファズール単語。よし、身を低く離れないでください。分かった。
ターゲットを確保した。回収地点に向かう。了解した。北の連絡道路へ向かえ。分かった。ズラガルス、こっちだ。ドローンを探知。裏のテラスだ。やり過ごせ。サイドに敵複数。やれ。スマートグレネード。見て、大丈夫か。まもなく連絡道路に到着する。向かいは移送用車両が急行中。到着まで1分。向かいが来るまで踏ん張れよ。衛星兵はどこだ。食い止めろ。その腕どうしたんだ。アトラス01、まもなく車両到着。スモークを投げるぞ。死亡だ。情けない。リセットだ。故障は言い訳にならん。お前はそいつに頼りすぎなんだ。頭を使え。シミュレーションをリセットします。スタート地点に戻ってください。腕の故障です。やはりまだ。その腕はこの施設より価値がある。彼はどうだね。まだまだです。引き続き頼む。彼は優秀だ。軍が手放すとは実に嘆かわしいことだな。来なさい。案内しよう。ジョーカー、ミッチェルを研究開発部に連れて行く。シミュレーションの準備をしておけ。了解です。ここは最新鋭の軍事施設だ。アトラスは世界最大の常設軍だが、いかなる国家にも所属しない。政府のように自らの能力を隠しはしない。我々は政策ではなく武力を売る。金で雇える超大国だ。とはいえ破壊だけが取り柄ではない。我が社ではインフラ整備事業なども韓国、アフリカ地域で手掛けている。
国家が数十年かけてやることを我々はたった数年で成し遂げる。要は雇い主の政府より優秀なのだ。おいらは身をもってそれを知った。君の狙いは金じゃないな。そういうところはオイルによく似てる。ではまた後でな。よし、こっちだ。社長に気に入られたようで図に乗るんだ。エグゾにはアサルトとスペシャリストの2種類がある。それぞれにプライマリとセカンダリアビリティが付属する。アサルトにはブースターとボート鎮圧用のソニック、お前が着用しているスペシャリストにはシールドとオーバードライブが搭載されている。医師のところへ行け。腕が治ったらここで待ち合わせだ。ようミッチェル、早速腕を見せてくれ。さあそこに立って。テーブルに腕を乗せてくれないか。まずは診断プログラムの実行だ。腕を動かしてみてくれ。軽く調整中だ。すぐ終わる。ではもう一度。ここが問題だったか。もう一度やってみてくれ。よし、直った。ただしまずは少し慣らして様子を見た方がいい。射撃場に行くぞ。相手はアサルトエグゾ。始めよう。相変わらず努力家だな。努力なんてしない。相変わらず1位だ。よし、銃を取れ。エグゾにはオーバードライブ機能がある。使えば戦闘が有利になるだろう。ただしバッテリーの消費が激しい。使いすぎは禁物だ。準備ができたら位置につけ。ターゲットトレーニングを起動中。ラウンド1開始。オーバードライブを使用せよ。開始。オーバードライブを使用せよ。ラウンド3
開始。オーバードライブを使用せよ。完了。評価は優秀レベル。やるな。移動するぞ。次はバリアブルグレネード講座だ。ボス、シミュレーションの準備完了です。了解。ミッチェルを連れてすぐに行く。よし、グレネードを取れ。トレーニング開始だ。バリアブルグレネードは状況に応じた機能の切り替えが可能だ。コンソールを起動しろ。スレッドグレネードを投げろ。壁を撃ち抜いてターゲットを落とせ。ドローンには EMP が有効だ。スマートグレネードは照準を使った誘導が可能だ。よし、次は難易度を上げるぞ。グレネードトレーニングを起動中。もう一度スレッドグレネードだ。完了。評価は平均レベル。こんなとこだろうな。よし、もう一度シミュレーションだ。5分後にアトリウムでエクゾマーク3のデモンストレーションを行います。気を抜くな。社長が見てくる。今度は俺が先導する。準備しろ。装備を選べ。ジョーカー、始めるぞ。今度は襲撃モードで行く。了解、準備 OK です。襲撃モードを起動中。シミュレーション開始。3秒前、2、1、スタート。よし、俺の指示に従え。敵だぞ。排除しろ。オーバードライブを使え。侵入ポイントを選べ。メディア室で合流だ。
リビングから侵入。救出部隊です。識別コード。アルファズール単語。確認。ついてきてください。行くぞ。アトラス01、注意せよ。大規模な敵即応部隊が接近中。了解した。ドローンだ。EMP を使え。ミッチェル、アサルトドローンを使え。北の連絡道路に到着する。車両を回せ。了解。回収地点に車両を向かわせる。立ち止まるな。大統領を乗せろ。今度はしくじるなよ。プロベット、大統領の安全を確保。了解した。ウォーバードの航空支援が向かっている。到着までいい。ロケだ。もう少しだぞ。スマートグレネードを使え。シールドを使え。正式隊員の誕生だな。まずまず。実戦も行けそうだな。見事だった。アトラスへようこそ。